ありがとうございます。はい、豊田翼です。このチャンネルはですね、私、豊田先生こと豊田翼が日常生活で得た気づきや学びをシェアするチャンネルでございます。私の人生経験が皆様の生活に1%でも役に立てばと、そんな志で日々頑張っております。本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速参りましょう。本日の気づきは、つまらぬ男のつまらぬ人生と、副題をつけさせていただきました。つまらぬ男とは私のこと、つまらぬ人生とは私の人生のことでございますが、今日も 元気よくというか、元気よくもないですね。普通につまらぬ人生を語っていきたいと思います。現在2021年の11月19日でございます。あと1ヶ月あるんですけど、2021年の振り返りをちょっと早めにやってしまおうかなと思います。私自身は、2021年は正直あまり良い年では、ありませんでした。ちょっと嫌な思いをする、時間でした。2022年の末に転職、大学を卒業、した後の最初の会社を、転職、辞めまして、退職しまして、で、その後、職を転々としました。で、1ヶ月、無職の時もありました。その時自殺したいなとか思ってました。今現在は、コストコで働いてて、で、給料もめちゃくちゃ正直いいんで、で、メンタル的にも、その時に比べたら全然、回復しました。ですが、やっぱり1年振り返ってあんまり楽しくはなかったです。我慢の年でした。で、この我慢のこの期間っていうのがどのくらい続くのかっていうのは、私自身は、お金が集まり次第、一応区切りをつけたのは、まず自分のことだったら、月30万くらい欲しいかなと。で、それが仮に10人くらい、仮10倍ですよね。だから月300万いけたら、他人のことも考えられるかなと。で、さらに、年収1億、超えるようになると、世の中のことを考えるべきかなと個人的には思ってます。なんとなく今現在金なしの状態で考えてそういうのを思ってます。そこを目指しています。なんでそこまで逆に言えば我慢っていうことになるなります。本当に今年は、というか当分は、我慢の年かなと思っております。なんで基本的には全然楽しくないんですけど、そんな楽しくない中でも、いいことはありまして、着実に、実力をこう重ねていくっていうことが、この人生冬の時代には必要だと全然感じています。僕は相も変わらずですね、勉強の方法としては、こういう本を活用してます。ちなみに最近また勉強熱が出てきまして、本買いました。ちらっと紹介。最強の教訓、日本史ということで、もうこれ本屋さん行ってスパッと行ってパッとこう取ったんですけど、こういう教訓を常に学ぶようにしてます。ですごく本当に自分が欲しいニーズにかなうような本があったんで、自分の勉強もそんなに勉強方法も間違いではなかったんだなと思いつつ、すごく自分的には結構読みやすい本です。次、プロセスエコノミーですね。小原さんの本です。最近また勉強熱出てきて、オンラインサロンも一つ入ったんですけど、小原さんのオンラインサロンハックっていうの入りました。面白いです。やっぱりマニアックな、方だと思うんですよ。オンラインサロンやる方とかって。なんですけど、やっぱ面白いですね。これも本、まだ読んでないんですけど、すっげえ楽しみです。経済、プロセスエコノミーとか、サーキュラーエコノミーだったかな。そういう経済圏を作るっていうことが、
僕のその一つの目標なので、自分の豊田経済圏を作ることが目標なんで、まあこれも一つ勉強として読みたいなと思っております。はい。吉田松陰さんの、本ですね。これも、まあ違う本を買いに行ったんですけど、よくあるあるが、本を買いに行ってまた違う本を買うっていう、結構本屋さんマジックというか、はい。あります。まあなんかケチってもしょうがないんで、で、特にその吉田松陰先生は僕が師縮している方々の一人なので、これも読んでちゃんと勉強したいなと思いました。はい。次、前田利家十箇条の教えということで、これも教訓系なんですけど、本屋さん行ってまた目を引かれまして、購入しました。まあ私は何だろう、お使いするなら前田利家さんってずっと思ってたんですけど、まあ、彼は多分天下取ろうと思ったら取れるとこには多分いたんですけど、結果的に多分その取らなかったと思うんですよね。いや、わかんないです。正直その取りたいけど取れなかったかもしれないし、ただなんか結果的にその今の落ち着いた、歴史的に落ち着いた位置の前田利家さんを僕は尊敬しています。やっぱりこう争いのない時代を作った方々の一人なんで、僕もそういう国づくりを目指しているので、そういった意味で、なんか、で、実は加賀藩も結構長いことずっと続いてたんですよ。江戸に便乗してというか 江戸幕府もずっと続いてましたけど、その加賀藩もそれであんまりお取り潰しになることもなく、なんだかんだ、その年、その時々のその殿様を筆頭にいろんな工夫があって、実は、加賀百万石を守り抜いたっていうのが、実はありまして、で、なんか結構ね、その歴史的に、例えば、明治維新の頃になると、結構幕府につくか、維新側につくかみたいなとこが、実は、結構行ったり来たりしてて、それも、なんか、加賀藩らしくて、なんかはっきりした態度を示さないんですけど、なんだかんだ、やっぱり、国を守り抜いたっていうのは、僕は、評価されるべきところだし、僕はすごく尊敬してるので、まあ、そういったところから学びたいなと思って、で、その、もう、その、方の本、教えを学びたいなと思って購入しました。はい。はい。堀江貴文さんの有り金は全部使えですね。まあ、僕、貯金しない主義なんですけど、多分、なんかこういう本とかの影響がすごく強いんじゃないかなと思ってます。なんで、なんだろう。まあ、なんだろう。堀江さんのマインドを僕もインストールできたなと思って買いました。はい。で、極限、落合信彦さんですね。ずっと、落合信彦さんの本探してたんですけど、なんか結構小説とかよく、お多くて、で、僕小説好きじゃないんですよね。でもなんかこれ結構なんか、名言集がまず入ってて、で、それを落合さんがどういうふうに思うかみたいなとこを書いてて、もうめちゃくちゃいい本じゃんと思って買いました。はい。で、はい。与沢翼さんのぶち抜く力ですね。まあ、翼つながりで買いました。最近、与沢さんなんかめちゃくちゃ興味があって。まあ、彼は、なんか、なんとなく、やっぱりこう、一点集中でやるやり方。僕、個人的には多分、最近あんまり流行りじゃないやり方だと思う。最近はなんかやっぱり万能な人、マルチタスクな人、コンビニエントな人が求められてるなっていうのを、僕個人的にはその世の中に対して思ってて、まあ、そういう意味では僕も結構その一点集中で頑張っていきたいと思ってるタイプなんですが、正直世の中にヒットしないなと思いつつ、まあ、大成功されているこの人のがどういったことをおっしゃったのかっていうのを知りたくて買いました。はい。田中角栄魂の言葉ですね。まあ最近本の、なんと、選球というか、選びで言うと結構言葉系を選ぶことが多くて、やっぱり名言集とか呼びやすくて、しかもそれでいて、こう、得られるものが多いなと感じているので、僕は結構言葉系を、時間がある時も読めるっていうのも含めて、買うことが最近多くなりました。田中角栄さん、政治家としてなんか、なんか、まあ僕の中での、その一つ理想というか、なんか分かりやすいイメージとして、なんか、いや、目指すべきイメージとしてなんかあるので、まあなりたいなと思って買いました。はい。こちら、美しい言葉の、大和言葉
言い回し、美しい大和言葉の言い回しってことで、まあ、結構旅館に勤めていた時に結構言葉は強制されたなと思うんですけど、現場で。ただ自分自身その知らないこともたくさんあるし、改めてこう日本の言葉の奥ゆかしさ、奥深さみたいなのを触れたいなと思って、で結構面白いんですよね。やっぱこう奥深さ系のなんか学問というか趣味とかって結構ハマったら結構時間かかるんですけど、なんかでもなんか回り回って結構得るものが、やっぱりなんかこう朝なんかコンビニエントな人が確か求められるんですけど、一方でなんかそういう人、そういう、人の限界というか、やっぱりなんかオタッキーな人、こう奥深しさにどっぷり浸かった人っていうのはやっぱり一緒にいて面白いし、そういう人は結構やっぱりいつの時代も重宝されているというか、そう価値の高い人間になっているのもまた事実なんで、まあ、そういう意味でこうより自分を深くえぐるような、なんか本かなと、常に読む本では確かにないかもしれないですけど、なんかこうその時その時でもいいから、なんかこうどっぷり何かにこう使ってみるっていうのを改めて大事かなと思ってます。まあそんな感じで僕は相変わらず読書と、まあ YouTube とボイシーとオンラインサロン、この4つで大体自己啓発してます。で、総合啓発の方で言うと、まあオンラインサロン豊田村現在が、5人です。僕含めて5人だからメンバー4人。まあそうですね。まあなんか、毎日勉強、それも勉強してます。なんだろう。こうサロンメンバーさんによってもこうサロンに対してしてほしいことって多分あるだろうし、で僕は正直僕をこう好き勝手使ってもらって、で成功してもらえたらいいなと思ってるんですけど、じゃあそのもののサロン豊田村に対してこうサロンメンバーさんがそれぞれかける思いっていうのも違うっていうのを最近やっと分かったんで、まあなんか本当に自由に使ってもらっていいんですけど、自由に使ってもらいつつこう決めるとこをちょっとルールしていくと、より満足度、全体の満足度上がるかなと思ってて、まあ、良い国づくりを、実現するために、まあ、僕も勉強中って感じです。で、社会啓発の方はまだまだ財団を作るには至ってないので、何もできてません。すいません。まあ、そんな感じがざっくりとした2021年の総括かなと思います。めちゃくちゃちなみになんですけど、今日は、皆既月食で、なんか月が欠けて見える日でした。なんか、やっぱ、希少性の価値っていつでも発揮されるよねと思ってまして、簡単に手に入らないものほどやはり価値があるっていうのは間違いないなと。普段月っていうのは、僕は結構見る、実は結構夜ドライブとかしたりするんで、見るっちゃ見るんですけど、まあ、普通に生きてたらまあ見ないですよね。夜、月を眺めることって、多分本当それこそ自殺してなと思ってる人ぐらいしか多分空を見上げることって多分ない と思うんですけど、まあ今日本当になんかこう欠けてる部分月食だったんですけど、なんかすげえなっていう、本当たった一言それだけにしかなんか言葉出なかったですけど思いました。2022年は、私26の年、まあ、私早生まれなので25になるんですけど、まあ一応26の年です。まあどうですかね、例えば同年代の方は、まあ、例えば会社普通に大学卒業して入ってたら、まあ3年経つので、まあ昇進してんじゃねえかなっていう感じですね。まあそこに比べると、まあやっぱ一歩出遅れた感は否めないと正直思ってます。ああ、そうだな。あとなんだろう。まあ YouTube はこうじわじわと伸びてます。TikTok は爆伸びしてます。インスタもじわじわ伸びてます。Twitter はなんかプラットフォーム自体が元気ないのかわかんないですけど、結構落ちてます。ノートも、まあ、ノートはなんかもう伸びとかどうでもよくて、言葉を貯蓄できたらそれでいいと思ってるので、まあ、そういう意味では常に
伸びてますね。全然他人から評価されてないんですけど、自分はすごくいい感じで言葉貯めれてるので OK かなと思ってます。はい。まあ、それが SNS の総、まあ、ざっくりとした総評ですね。はい。んだとなんだろうな。まあ、そうだな。まあ、で、なんか、また別で動画撮りたいと思ってるんですけど、今年から、自分の、金融資産、金融系の資産ですね、を全部公開しようかなと思ってます。はい、理由はですね、僕自身世の中出れば本当に名もない、ただの若造なんで、信用されないわけですよ。で、わかりやすい信用の物差しって何かって言うと、やっぱりこれお金になってくるんですね。なので、お金を全部公開しようかなと思います。で、で、それで、なんか、こう、測られた方が、いいかなと。うん。やっぱり、こう、共感しにくすぎても、発信してる意味が結構なくなるので、お金って分かりやすいところでアプローチできたなと思って、まあ、そういうことをやろうかなと思ってます。まあ結構面白いなと。はい。で、なんか僕自身も結構なんか周りの人がどういうくらい稼いでんのかなとか結構気になるし、なんか面白いと、普通に面白くていいなと思ってます。はい。と、あともう一本は、また蛍先生の小説今読んでるんですけど、まあ、それの、なんか動画がめちゃくちゃ伸びてて、まあ、読み終わり次第動画アップできたらなと思ってます。はい。で、なんか、昔は毎日って言っていいほど YouTube アップしてたんですけど、最近は、まあ、こう、気長にやるスタイルに、しようと思ってたんですが、まあ、これまたブレブレで、やっぱり常にこう、アウトプットしてないと、なんかこうガスが溜まるというか、なんか、インプットデブになっちゃって 大変だなと思ってるんで、まあなんかそこら辺のバランスを見つつ、まあ、やっていきたいなと思ってます。アウトプットに偏ると、こうなんか、まあ実力はめっちゃつくんですけど、なんかつまんねえってめっちゃ思われるっていう。逆にインプットに偏りすぎると、なんかそれはそれでストレスっていうか、まあどっちにしろストレス溜まりますね。はい。また、なんか、やっぱり仕込みの時間もやっぱ大事なんで、で、僕その仕込みの時間に結構時間がどうしてもかかってしまうので、動画の頻度とか、まあもちろんこれ楽しみに待ってくれてる人はそんなにいないので、そこはめちゃくちゃ気楽なんですけど、だから僕自身がその、まあ許せないというか、あまりに動画をアップしなさすぎると、まあそれそれで、ちょっと何のためにやってるんですかっていうことになってくるんで、まあ短くても、まあ、ショートで流すとか、なんかそこら辺は、自分の状態と相談しながらも、なるべくアップするようにしていきたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。はい。そうですね。まあ、今日は久々に、撮りましたんで、もうちょい、撮りたいなと思います。はい。まあ、当分、また、長めのやつは、まあ、撮ることは多分ないと思う。どうしようね。あ、そうですね。最近そうです。嬉しいこと言うと、サロンメンバーの中村くんからお褒めの言葉をいただきまして、まあ、知識について少しこう触れたような、お褒めの言葉をいただきました。ありがとうございます。はい。やっぱりそれも、こういう仕込みがあってできることだし、で、それの、成果が出てきたっていう意味では、まあ、僕にしかわからないことではあるんですが、まあ、それで、やったかなと。はい。で、そういうお褒めの言葉をたくさんまたいただけるように精進してまいります。はい。まあ、そうですね。知識を提供できることはまた価値の一つなので、まあ僕自身、そのサロンメンバーさんにとってそういう存在でありたいなと、はい、思ってます。はい。本当に、ですね。サロンメンバーさんに対して思うのは本当に、僕を踏み台にして、たくさん、大きく成功して、大成功して、大きく幸せになってほしいなっていう、ただそれだけですね。で、それが僕にとっての幸せだなっていうのに、結構1年くらい前に気づいたんで、
あと僕自身もやっぱり尊敬される人から褒められると嬉しいなっていうのを改めて気づきました。やっぱりなんか、まあ、そういう関係を築けるっていうのは、なんかなかなか人間関係で苦労してる僕にとって嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいことなんで、まあ、これからもなんかその関係が壊れないように 頑張っていきたいと思います。はい。そうだな。まあ、今日は今回でいいですかね。すいません。はい。本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいね、コメント拡散など、ぜひ私、富田先生の方よろしくお願いいたします。それでは本日も最高の一日をお過ごしください。さよなら。